皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、移植前処置の話をします。移植前処置をね、僕の体験をね交えながらちょっと詳しくお話しします。まずね、めっちゃ簡単に言いますとですね、移植前処置というのは環境づくりです。環境を整えてあげるんですよ。そもそもね、移植っていうのは、ドナーさんから細胞をもらうわけですよね。で、そのもらう目的っていうのは、その悪性の腫瘍を、ね、壊滅するために行うわけじゃないですか。ほんで、その壊滅するためには、ドナーさんからわざわざ来てくれた細胞さんたちにですね、しっかりと働いてもらわなあきません。そのためには、ドナーさんの細胞が働く環境を整えてあげないといけないんですよ。したがって、移植前処置というのはですね、移植して入ってきたドナーさんの細胞が悪性腫瘍に対して正常に快適に働いてもらうように環境を整えておく処置のことでございます。ではここから詳しくお話ししますね。移植前処置というのはですね、移植の準備のために行う大量化学療法や全身への放射線治療などをね、組み合わせた治療のことで、移植当日の約1週間前にから行います。そして移植前処置の目的はですね、腫瘍細胞をできる限り減少させる。同種移植の場合はですね、患者さんの自身の免疫細胞を十分に抑制して、移植したドナーさんの幹細胞の拒絶を予防するというのが目的でございます。次にね、方法なんですけどもね、移植の種類でね、自家移植と同種移植というのがあるんですけども、このね、種類によって移植前処置の方法が異なります。自家移植をする場合はですね、大量化学療法を行います。で、自家移植というのはですね、自分の造血幹細胞をあらかじめ採取したものを移植し直すやり方です。そのためですね、自家移植においては免疫反応による自家造血幹細胞の拒絶を懸念する必要はありません。したがって自家移植の移植前処置はですね、骨髄の最大耐用量を超える大量な化学療法を用いて、腫瘍細胞をできるだけ根絶させます。次に同種移植をする場合はですね、大量化学療法と全身放射線治療などを組み合わせて行います。同種移植というのはですね、同じ種類の細胞を持っているドナーさんからその細胞をもらって移植するやり方です。僕はこの同種移植をやりました。移植前処置の内容や薬剤の種類や量など、放射線の、ね、停射量というのはですね、病気の種類や悪性腫瘍の残存状態、残っている状態ですね、それと移植する、造血幹細胞の種類、と患者さんの年齢や全身の状態によってまた変わってきます。同種移植の場合はですね、移植前処置の強さをね、弱めて行う、骨髄非破壊的処置、ミニ移植っていうのが行われることもあります。標準的なね、移植前処置というのはですね、全身放射線照射と1、2種類の抗がん剤投与を併用するものです。僕の場合は2種類の抗がん剤のみでして、全身放射線照射はしませんでしたけど、このような前処置のことをですね、骨髄破壊的前処置と呼びます。この治療はね、非常に強力なためにですね、さまざまな臓器にダメージが現れます。具体的にはですね、粘膜障害としてひどい口内炎やね、下痢、肝機能の異常、腎機能の障害、肺や心臓の障害がね、出現して時には命を脅かします。まさに致命的です。病気を治すのにね、命に関わるかもしれないと言ってしまえば、まあ、過言が過ぎますけども、過言が過ぎるってなんや、まあいいか。まあそうならないようにですね、ちゃんと先生が体の状態を見てやってくれます。まあ、これがきつかったんですよ、ほんまにね。その骨髄を破壊しているというよりもですね、全身をね、内側から破壊してくれてる気分にしてくれるんですよ。もうね、ほんまにそのダメージがすごいので、比較的年齢がね、若くてね、臓器の機能がそれなりに保たれてる患者さんでないと、この治療にはね、耐えれないんです。この年齢の高いね、まあ、患者さんとか、まあ、臓器障害をすでにお持ちの患者さんに対してはですね、その移植前処置の強度を下げた
強度減弱前処置っていうのを用いて増血幹細胞移植を行うことを検討します。このことをね、先ほども言いました、最初の方に出てきたかな、その骨髄非破壊的前処置と言います。でこのね、強度減弱前処置というのはですね、骨髄破壊的前処置として使う抗がん剤や全身放射線照射の量を、ね、減らしたり、副作用の弱い薬剤を使ったりします。ただしね、強度を下げた全処置というのはですね、その腫瘍細胞ね、白血病細胞などなんですけども、それに対する抗腫瘍効果っていうのもね、低下するためにですね、移植後のもともとの病気の再発がね、多くなる可能性がありますので、全処置のやり方はね、慎重に検討されます。ちなみになんですけどね、小さいお子さんが移植を受ける場合にもこの骨髄非破壊的全処置をします。当初はね、高齢者をね、対象として開発された移植前処置なんですけどもね、この従来のね、移植前処置とね、比べてね、細胞に対するこの毒性とか、組織障害とかがね、軽度であることからですね、移植関連のね、急性期晩期合併症をね、軽減できる可能性がある、移植前処置として、子どもさんにおけるね、メリットが高い方法として期待されています。またね、このようなね、移植前処置を行うとですね、一時的にね、白血球がね、極度にね、減少することによってですね、感染が起こりやすい状態になります。そのためにね、この移植前処置が行われる時期からですね、移植専用のね、病室、クリーンルームとかね、無菌室と呼ばれてるんですけども、そこに入るのが一般的です。また同時にですね、赤血球や血小板もね、減少するのでね、貧血に対して、あるいは出血を抑えるためにね、その都度その都度輸血が行われます。移植前処置というのはね、要はね、抗がん剤を使う治療なんですよ。ただすっごい強い抗がん剤なんですよね。なのでね、副作用がね、中途半端じゃないんですよ。人にもよりますけど。でもね、入院中に看護師さんに聞いたら、みんなヤスーさんみたいになってますよって言われたんで、みんなって全員ですかって聞いたら、ああ、もう全員ですとね、その看護師さんが言ったので、もう全処置をした人は全員副作用がすごいです。もうずっとね、僕の動画を見てる人ならですね、僕がどれだけ壮絶なね、副作用が身に起こったかというのはね、もう聞いてくれてるので知ってますよね。ほんで、これはね、その入院中に談話室でね、一緒になった、同じ入院中の患者さんに聞いた話なんですけども、その人はね、僕よりちょっと年上の兄さんなんですけどもね、そのお仕事はね、その工事現場で、大型ショベルカーなどね、重機を動かしたりとか、その材料を運んだりしているので、もう体も大きくてね、筋肉とかもすごくあって、趣味でね、かっこいいバイクを乗ってるね、もうすごく明るくてね、優しい兄さんだったんですよ。でその人とか聞いたんですけども、この白血病のね、全処置で僕がすることはなかった放射線照射をされたようです。で放射線照射をね、特別な放射線照射室やったかな、レントゲン室やったかなと思うんですけども、その病室ではないところで放射線照射をされたんです。でほんで部屋に帰ってきてゆっくりしてたら、意識がね、薄くなってきたみたいなんですよ。体が動かへんし、やばいなってようになった時に、巡回してきたその看護師さんがね、気づいてくれたみたいで、ほんでそしたらね、その看護師さんとか先生とかしかこう押せない、そのナースコールじゃなくて、なんかその特別なボタンがあるみたいなんですよ。でそれをね、押したら、その担当の先生やね、その他の主力の先生らとかね、あと看護師さんらがね、大勢ブワーってこう部屋にやってきて、蘇生処置がね、行われたみたいなんですよ。その時にね、兄さんもね、別に意識がなかったわけじゃないので、もうところどころね、覚えてることをね、話してくれてたんですけどもね、もうそのね、ほんまに事の重大さにめっちゃビビってたみたいです。でもそりゃビビりますよね。こう意識が薄くなってね、体が動かへんくなってね、その部屋に大人が大勢やってきたらね、もうえらいことになってるやんけってね、そんなことぐらい誰でもわかりますよね。そうなった原因はですね、放射線照射やったみたいなんですよ。もう聞いただけでね、怖かったですわ。でもね、その放射線照射だけじゃなくて、その大量抗がん剤のね、全処置でもね、起こりうることやったので、本当にね、危険だと隣り合わせのね、治療です。もっとね、時代が進んだら医学も発展して、安全にね、治療が取り行われることだと思いますのでね、もう早くそんな時代になってほしいです。ということでね、今回は移植前処置のお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。